ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋の試合中、リング上で姿を目撃されたお笑いトリオ、ロバートの山本博士に注目が集まった。6日に東京ドームで行われた大一番で、X 上では、ロバート山本がトレンド入りするほど。しかし本人はそれに自ら全く触れず、 職員としての徹底ぶりがかえって好評を得ている。34年ぶりに開催された東京 D ボクシング工業。井上が元世界2階級制覇王者ルイスネリ、メキシコに6回1分22秒 TKO 勝ちを収めた試合で、話題になったのが日本ボクシングコミッション、JBC のインスペクター、試合進行係を務めた山本だ。 ラウンド間に椅子に座る井上の近くにいたところが中継に映ったほか、勝利後に歓声に応えながら会場を去る井上の後ろをついて回るシーンもあった。X 上でも、ロバート山本がトレンド入り、どっかで見たことある人おるなって思ってたら W、本人だったんかい W、馴染みすぎわら、がっつり映ってた、などと大注目を浴びていた。 山本といえば、プロボクサーのライセンスを取得し、実際にプロのリングに上がったことでも知られる。試合後には、ボクシングをただの番組の企画としてだけのものにしなかったのが好感持てる、ボクシング愛を感じる、などといった反応も。これだけの注目を浴びれば自ら反応してもおかしくはないが、自身の X ではこの件に触れておらず、 試合後初の SNS 投稿も番組出演に関するものだった。ボクシング職員としての徹底ぶりが好感を与えている。